さあタコがイカを投げていった。さあイカスタンピング、イカがスタンピングを見せる。タコちょっとよろけた。さあ今度は組んでいった。バックを取ったイカ、タコをしっかりとホールド。おっとこれはタコが気絶しているのか。おっとようやく今気がついて起き上がりました。タコレスラー浴びせ蹴り1体イカレスラー、イカの浴びせ蹴りヒット。公式のマットに上がれることになりました。イカレスラー体当たりを見せたのはタコレスラー。再び組んでいった、力比べになった。パワーの押し切るのはイカだ。イカが押し切った。さあカバーに入るのか。ここはタコがロープに逃げていきます。これはダブルアームスープレックスホールド、イカバージョン。